皆さんとご縁があって何よりです。どうも、KinKiKids ファン歴28年、岸でーす。さあ、本日は、新企画、KinKi とあの人ということで、KinKiKids にゆかりのある方と KinKiKids の関係性についてね、お話ししていきたいと思いますが、本日お話しさせていただく方は、米倉俊則さんでございます。米倉俊則さん、マシンガーソングライターとしてね、活躍しているわけでございますが、そして KinKi と拓郎さんの番組ラブラブ愛してるの、ラブラブオールスターズというね、コーラスにも所属しておりましたので、まあ関係性はそのあたりからできていたとは思うんですけれども、まあ KinKiKids ファンね、米倉さんといえばやっぱりね、ナチュラルサング思い浮かべる方多いと思います。そして他にも、since 1997ね、10周年の時に提供していただいてますし、あとはまあ20周年イヤー、ヌアルバムにもね、キングプロティアという楽曲を提供していただいておりますが、まあほとんどの方このナチュラルサングからね、KinKi との関係性みたいなのが始まってるのかなと思ってるかと思うんですが、実はそれより前からですね、関係性がスタートしておりまして、まあ米倉さんとの関係性、まあちょっとお話はそれますが、まあ草薙剛さんですね、まあ以前スマップとしてラブラブアイステルに出演した回があったんですけれども、でその時にまあコーナーでラブラブな歌、まあ、好きな歌を歌うコーナーがありまして、まあ、そこでですね、この米倉さんのラブインザスカイという、楽曲を、指名して番組で一緒にね歌ってます。そして、その翌年ですね、1998年の、ラフェスタというスマップの、ソロのみ入ったねアルバムがあったんですけれども、そちらに、草薙くんたっての希望でソロ曲を提供してもらうという恋の始まりというね楽曲でございましたが、なので、まあ、これを経て、1999年、C アルバムに、ナチュラルさんが初めて、米倉さんが提供するといった流れにはなったと思うんですけれども、実はですね、まあ、KinKi も、まあ、デビューより前のコンサートというと、まあ、持ち歌が少ないので、まあ、先輩のカバーですとか、で、特に、まあ、ソロ、何歌うってなった時がですね、結構その先輩の曲ですとか、外部の、方が歌ってる曲とか歌ってたんですけども、その際に、まあ、剛くんがソロ曲で、米倉さんの愛してる愛していないという楽曲が、まあ、1996年の楽曲なんですけれども、まあ、これをですね、まあ、バチクソかっこよく、当時歌い上げておりまして、で、当時はまだね、こう、情報が、すぐ調べても出てこない時代でしたから、まあ、僕はもう剛くんのオリジナルのソロ曲なのかな、めちゃくちゃかっこいいな、みたいな感じで最初見ちゃってまして。で、蓋を開ければ、米倉さんの、まあ、カバーといった形で披露していたと。そうなんですね。だから、まあ、剛くんがソロで、歌う。そして、また、スマップの剛くんも米倉さんがいいです。まあ、こういったところから、こう、関係性が広がっていったのではないかなと思います。まあ、現状ではこの2016年、キングプロティアというね、楽曲が、最後でございますが、まあ、ご縁というものはね、また巡って、新たにね、KinKi に提供してくれる可能性も、なくはないので、今後のね、楽曲提供も、ね、期待したいなと。ね、ほんとすごいかっこいい曲が多いので。はい、というわけでございまして、まあ、本日は、KinKiKids と、米倉俊則さんについてのお話をさせていただきました。このように、まあ、KinKiKids のことをですね、随時発信しておりますので、ぜひ皆様チャンネル登録、高評価の方も、よろしくお願いいたします。